アステローペ k c b 1 0 m d 5交通、アステローペは、富士重工業が企画し、ボルボ社から、センターアンダーフロアエンジンシャーシの B10M を輸入し、富士重工製ボディで車体を仮装した、大型観光バスである。1987年から2001年まで、製造された。シャーシは、筑波科学万博スーパーシャトルバスや、 形成バスで使用される連接バスと同じボルボ製の B10M を用いている。エンジンがホイールベース間にあるセンターアンダーフロア構造のためリアオーバーハング部分の空間に余裕があり、この部分を2階建て構造にしておりトランクや吹き抜け構造にすることが可能となっている。多くの事業主ではこの1階部分をサロン、ラウンジとしていた。また、 この構造をセミダブルスーパーハイデッカーと呼称する例もあり、当初からワンマン運行が可能であった。ごく少数ではあるが、スーパーハイデッカー仕様の車もある。社名のアステロオペはボルボの商標ではなく、富士重工の商標である。日本の観光バス車両としては珍しく、トランスミッションに AT を採用している。後に MT 車も設定され、 ごく少数のみ生産された。エンジンは、この時期の国産観光バスが17から20リットル級の V 型8気筒エンジンが主流だったのに対し、排気量約10リットルの直列6気筒、ターボ付きエンジン THD100 に型を搭載、他社に比べて燃費が良好で、高速道路を長時間走行する用途に向いていたため、1990年代に、 入ると高速バスとして使用される例が増えた。1997年からの排出ガス規制識別記号 KC 車は従来と同排気量で出力を 344PS に向上した DH10 型エンジンを搭載している。しかし、平成11年度排出ガス規制に適合できないため2001年5月で輸入、生産が打ち切られた。 ボルボアステローペ PB10M 中央観光バス1987年発売開始。車体は R15 型 HD-2 をベースとした専用ボディを仮装しており、フロントが角張っていた。ボルボ社のアイデンティティである車線の入ったラジエーターグリルも組み込んでいた。エンジンは排気量 9595cc の直列6。 気筒ターボ付きエンジン THD100 型を搭載した。1990年には車体がマイナーチェンジされ、前面のラジエーターグリルは大型化され、側面窓のラインが直線になった。またスーパーハイデッカー仕様も登場した。ボルボアステローペ SHDPB10M アリタ交通、ボルボアステローペ UB10MC 開エのー鉄道1990年。 発売開始。平成元年度排出ガス規制適合車となり、車体も R17 型 7S にモデルチェンジされたため、丸み曜日、アステローペスペリオールとも呼ばれていた。ただし、全消灯は 7S のコンビネーションランプではなく、従来車同様のシンプルな規格型の角形2灯である。後部は当初角形5連ランプを採用していた。これまでの5速 AT 車に加えて、 7速 MT 車も設定された。1996年には車体がマイナーチェンジされ、日産ディーゼルスペースワローと同様のリアコンビネーションランプとハイマウントストップランプを採用。前面のラジエーターグリルが運転席側側面に移り、前面に行き先表示器を装備したため、車線の入ったフロントグリルはあるものの小型化された。 ボルボアステローペ1996年式 UB10MCJR バス関東1997年発売開始平成6年度排出ガス規制的号車となりエンジンは排気量 9595cc の直列6気筒ターボ付きエンジン DH10 型を搭載しているカババスこのか富士重工業も自社で工場見学する来賓の送迎や 運動部の遠征時に使用していた。バスマガジン2号ボルボアステローペのすべて、なお、本車種の販売終了から4年が経過した2005年に、国産の大型観光バスの搭載エンジンがすべて、直列6気筒に切り替わった。ありがとうございます。